皆さんこんにちは、栄養家の小渕です。本日はレッスン7 No Plastic or No Future のパート1の本文解説をしていきます。今回の話題は、今 SDGs を学んでいる皆さんにとってちょうどいい話題ですね。しっかり勉強して総合の授業にも役立てていきましょうね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではファーストパラグラフから見ていきましょう。 In late May 2018, a whale was found on a beach in southern Thailand。 はい、まず In late May、 もちろん May は5月ですよね。で、 late というのはこれは遅いって意味ですからね。いわゆるこれは下旬ってことですね。5月下旬にってことですね。ちなみにこれが上旬の場合は early を使いますからね。はい、そして2018、4倍はね、2000プラス18という形で2018と読みましょう。で、a whale、 はい、whale はクジラですね。クジラが was found、 found はもちろんもともとはね、原型は find ですね。見つけるとこだね。見つけられた、発見されたとこだね。 B 動詞プラス過去分詞形受け身になっています。はい、どこで発見されたかというと On the beach、 砂浜ですね。砂浜で発見されました。で、 Southern Thailand、 はい、タイランドはタイですね。タイのサザンというのは、これは南ですね。タイ南部ということだね。はい、方向を表すノース、サウス、イースト、ウエストなんですが、形容詞形はね、これに ERN をつけます。それぞれ Northern、Southern、Eastern、Western と発音します。2018年5月下旬、一頭のクジラがタイ南部の砂浜で発見されました。 It was very sick because it had nearly 9 kilograms of black plastic bags in its stomach。 It was very sick、 ここでスラッシュ入れましょう。この It はもちろんね、この発見されたクジラだよね。クジラは very sick、 はい、これは sick は病気のとこですね。とても具合が悪かったんですね。because、 その理由は it had nearly 9 kilograms of black plastic bags in its stomach。 はい、この一頭はね、先ほどと同じですね。このクジラは had or nearly、 nearly というのは near とは近いって意味だね。近くのとこです。つまり9キログラム近くの black、 黒いプラスティックバッグスってありますけど、これはいわゆるあのビニール袋のことをね、言います。黒いビニール袋が9キロ近く入っていたわけです。 in its stomach ですから、そのクジラの胃の中に9キロ近くの黒いビニール袋が入っていたわけです。なのでとても具合が悪かったんだね。 Animal doctors worked hard to save the whale's life but it died。 Animal doctor というのはもちろんこれは獣医さんですよね。獣医さんは worked hard、 まあ熱心に懸命にとこだね。
働いたところなんですかね。まあ努力したんですね。To save the whale's life。クジラのこの場合のライフはもちろん命だよね。クジラの命をセーブは救うですね。救うためにです。獣医さんたちはクジラの命を救うために懸命に努力してくれました。But、しかし、そのクジラは died。亡くなってしまいましたね。死にました。はい。One of them said, Think about how much plastic is in the ocean. はい。One of them って言ってますかね。この them はもちろん、アニマルドクターズですよね。この獣医さんね。お医者さんの一人が、こう言いました。Think about how much plastic is in the ocean. Think about というのは、考えてくださいということですね。はい、もちろん about は何とかについてね。How much plastic? どれだけ？ Much は多くのところだね。多くのプラスチックが、is in the ocean ですから、オーシャン海ですからね、海の中ですね、海中にあるかということですね、はい。どれだけ多くのプラスチックが海の中にあるのか考えてみてください。This will happen more often in the future。このようなことですね。Will happen ですから、起こると言ってますね。more often ですから、より、often ってのはね、頻繁にとこですね。in the future、将来ってことだね。このようなことは、将来、今よりも頻繁に起こりますよ、と、医師の一人は言いました。もちろん、この、this、このようなことというのは、クジラがプラスチックのゴミを食べて死ぬことですよね。はい。ね、そういうことが将来頻繁に起こりますよと言ったわけですね。はい。ではセカンドパラグラム見ていきましょう。Sea turtles are also victims of plastic bags.はい、シータートですから、ウミガメですね。はい。オーソーですから、なんとかをまたってことだね。はい。ビクティム。ビクティムは犠牲者です。プラスティックバーグスは、先ほども出ましたが、ビニール袋のことですね。ウミガメもまたビニール袋の犠牲者です。In fact, they are fighting to survive in the places where we find so much plastic. はい、in fact。はい、これ熟語ですよ。覚えていきましょうね。実際ってことです。はい、囲んでおきますね。実際、they are fighting。はい、もちろんこのゼイはシータートルですよね。ウミガメたちは are fighting。 are fighting ですから戦ってるんですね。to survive ですから、 survive は生き残るです。生き残るためにですね。 in the placesplaces は場所ですね。はい。だから、こういう場所で生き残るために戦っているんですよ、とこですね。で、この the places を、この
関係副詞の where が説明しています。ですから where から最後まで括弧していきましょう。で、この where からすぐ前の places に矢印を引っ張ってみましょうね。どういう場所かというと where we find so much plastic、 とても much、 多くのプラスチックが we find、 まあ見つかるですね。そういう場所です。実際ウミガメはとても多くのプラスチックが見つかる場所で生き残るために戦っています。まあ奮闘していますところですね。About 75% of all green sea turtles caught for studies had plastic trash in their stomachs。 はい、これですがね、動詞と見られるものが caught と had があります。はい、よく見てくださいね。これはここでスラッシュ入れますよ。はい。これは、動詞はこのハドの方ですからね。このコートは過去分詞形です。形容詞のように使われています。for studies。これは、study は研究ですね。研究のためにですね。で、コートっていうのは、もちろん、原型はキャッチですよね。はい。捕まえるんですね。はい。ですから、過去分詞形ですから、捕まえられたところだね。難しく言うと、捕獲されたところだね。研究のために捕獲された、はい、All Green Sea Turtle ですから、すべての Green Sea Turtle、まあ、グリーンだから緑なんですが、学術的には青ウミガメというそうです。すべての青ウミガメの About 約 75% はhard plastic trash、 プラスチックの trash はゴミですね。これが in their stomachs ですから、そのウミガメの胃の中にあったんですね。 They often mistake plastic bags for jellyfishA food they like。 はい、この they はもちろんこのグリーンシータートルですよね。青ウミガメは often、 よく mistake、 間違えます。はい、で mistakeこう当たりますね。はい。ビニール袋を for jellyfish ですから、ジェリーフィッシュはね、クラゲですよね。クラゲと間違えるわけです。mistake A for B で A を B と間違えるところだからね。はい。で、このクラゲはここにカンマありますね。このカンマは同格のカンマと言います。はい。いわゆるイコールですね。A food they like。かっこつけましょう。彼らが好きな食べ物であるジェリーフィッシュってことね。ウミガメたちが好きな食べ物。ということですね。はい。だからまあ、簡単に言うと、好物とかかな。はい。ってことですね。青ウミガメは、ビニール袋を好物のクラゲと間違えることがよくあります。These plastic bags often prevent turtles from digesting food. はい。These ですから、これらのですね。これらの
ビニール袋は、オフン、よく、プリベント、はい。プリベント、タートルズ、フロム、ダイジェスティング。はい。このプリベント、フロム、これは、王が何々するのを妨げるという意味です。はい。ですから、亀が、ダイジェスティングフードですからね。ダイジェストはね、消化するということです。はい。食べ物を、食べ物を消化するのを、妨げるところですね。これらのビニール袋は亀が食べ物を消化するのをしばしば妨げます。 They then slowly die of starvation、はい、もちろんこの they はこの数枚のねタートルですよね。亀たちは then、 then というのはねその時とかそれからってしますね。この場合それからぐらいかな。はい。で、slowly。ゆっくりとですね。亀は、それからゆっくりと、はい。この die of って言い方を覚えていきましょう。はい。die of ってのはね、何々が原因で死ぬということですね。なんとかで死ぬということです。スターベーションとありますが、これはですね、いわゆる、飢餓とか、まあ、飢えですよね。という意味です。ってことは、die of starvation というのは、これは、いわゆる、餓死するところですね。ということは、これは、亀がビニール袋を食べてしまって、そうすると、食べ物を消化するのを妨げられると。そうすると、食べ物が食べられないんですよね。いわゆる、まあ、消化不良を起こすわけですよね。その結果、まあ、食べられないわけなのでね、それでなくなっていくってことかな。まあ、ゆっくりと餓死していくってことなんですね。はい。はい。お疲れ様でした。だんだんと英文が難しくなってきてますね。しっかりメモを取りながら、文の構造がね、しっかり理解できるように読んでいきましょうね。それでは、また近いうちお会いしましょう。See you!